じゃあ触ってみてるじゃん。子供ができました。ありがとうございます。あ、取材会ありがとうございます。インスタ見てないんだ。親孝行すぎるでしょ。こんなとこまで掃除してあげて。掃除なんかせんでいいところ。やばない。だからもう閉めただろ。メントス？メントスやりてえの？そんなやってもいいならやるけど。膝がないです。だけにちゃんとやったじゃん。お、すげえな。今日は全くバレてないです。全くバレてない。今日は証拠隠滅成功。いいの？読みがすごいから今日。あれ？なんで切るやマジで。意味がわからんお前。何もない。こう切ってた頃これ普通におかしいなと思ったらずっと空吹きしてた。ずっと切る意味が全くわからん。いや抜けてない。絶対切ってた。ほんとやべえな。せっかくちゃんと掃除してるのに、なんで怒られないけんやん。いや、あの窓開けたのがだいぶでかかったね。ああ、特別な花火あるやつ。フェ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 。イベントアイテムお願いします。だいぶ綺麗になったよ。ここら辺は綺麗？汚い？掃除機なのかける必要ないやろ。何が？何？え、虫が入ってくるのがそんな嫌だか？噛まれませんのに。仕事で嫌なことがあった？だったらヤミーの相談とつまち上がれよ。
かマジで。家事今日はずっとしてたのに手伝って、その嘘の言われる茶碗の一つ。いや俺はちなみにキッチン担当じゃない、掃除担当だから。トイレは別に関係ないよ、あれ使わんでしょ。いや俺はだって別に1階のトイレ使わないから。2階のトイレ、2階のトイレ親父だろそれ、有料だろ。まあいいかな、こんなものかな。もうこれ以上掃除しても意味ねえな、これ。そう、音楽とちょうどいいタイミングで終わります。音楽とともに終わり。いいでしたんで。今日めっちゃ掃除してるわ俺。今日なんか掃除ブームが来てるから、なんか掃除してほしいとかあったら全然するよ。意外のトイレは汚いから無理。ちょっとあの掃除する、ちょっとあの休憩、掃除しすぎて疲れた。金で済むのか。いやーそういう気分じゃないな。メントスコーラ、いやそういう気分でもないな。メントスコーラっていう気分じゃないよね。雨降ってるないね。また今敷いてくるぞ。マジ？タバコだけ吸わして。玄関ドア閉めろよ。いやいやいや無理。なんで閉めらなあかんや。うわ風強っ。あいつ嫌がったな。あいつチクりやがったな。玄関の網で。あ、それやで。マジムカつく。チクりやがったあいつ。来たけど大丈夫。なんだなんだ、扉閉めてますけど。なんだ、わけわからんでしょ扉閉めてるの。
今日はね、あのね、来る前に扉を閉めてる。締め出された、締め出された。まあ自分で出たんだけど、今日の任務は終わり。任務じゃないけどね任務って。おはよう松本君、おはよう。あれ、ランキング全く上がらんけど、どんだけこれえぐいのこのイベント、どんだけ金金してるのこのイベント、やば。狛江が上にいる。いや狛江はだって強いよ、狛江は強いよ。あ、うん、今回のひとちゃんって人はいないんだ。ひとちゃんって配信者、取材カメラ、ありがとうございます。ありがとうございます。いないです。え、ここにいるじゃん。村真子しか勝たん。ひとちゃん可愛いよね。マジで。めっちゃ可愛いよね、ひとちゃん。ひとちゃんめっちゃ可愛くない？劇の自慢です。ひとちゃん。いや、ひとすいじゃねえよ。いや、もうどこがとかもう嫉妬でしかないじゃん。あなた。可愛いじゃなくて、イカついだから。イカつい。結婚申し込もう。あ、ひとちゃんよかったら結婚してください。まず彼女から。もやし取材からです。結婚絶対しないです。分かった、じゃあ結婚なしで彼女で、うん、お互いに都合のよく、都合がよくてもいいよ全然。僕はあの別にあのね、あの気分変わって、あの相手にね、あのセフレがいようが彼氏がいようが、あいつにいいっすよ。いや、ブロックしていいよじゃねえよ。花火が好き。花火さっきしてたよ。そらちゃんはどうすんだよ。あれ怖すぎだわ。そらちゃんは。いや、だってなかなかしないで、普通に。マティアスと私の子供を産んでみて、画像を作ってみたって。だからお前は利用される。うるせえ、お前。バンバン利用してくれ。利用される方が楽しいし、こちらも。裁判どうなりましたか？いや、わかんない。あの、まず内容証明来てから、それに関しては障害の子供ってやばいって、マジでマジでやべえって。
えすぎやろ。いや、叶いませんけど。うん、腹減ったしな。でもリビング行ったらうるさそうなんだよな。おい、まっちゃん来たぞ。うるせえよ、お前。富安がお前月刊イレブンとか知ってるから、お前に言われなくて。うわあ、ユンユンさん、こんばんは。取材カメラありがとうね。今日はね、あの久しぶりにあのバーベキューでもするか。何するの。スーさん、ありがとうございます。みなちゃん、ちょっとダメだ。素晴らしい。誰だよお前。取材カメラ三つです。取材カメラです。取材カメラだと、北海道でインスタ映えするとこってありますかね。どっか ナイスとイベントアイテム。プラのインスタ映えすんの。徳光さん、ふわっちリポーターです。ありがとうございます。出演カメラユーユー変えて、アナさん、あ、今日ステッカー送らんときやわマジで。はい、しまったろ。ダメだこりゃ。なんだお前、さっきから何言ってんだ。君の頭の中だろ。ダメだこりゃって。ナイスをしたぞ。ありがとうございます。ためにありがとう。ステッカー携帯、まあまあまあ、10月22日東京で八頭町しますんでね、よかったら MS ちゃんもね、イケイケどんどん組むは無理だと思うけど、他の方もぜひ来てください。あ、まあ、下からです。あ、よかったら、その時あのひとちゃんもぜひね、まあやるならあの新宿のね、あのバッティングセンター前の駐車場でやりますんで。静岡はね、あの行きたいけどね。どこ、静岡の、うん、静岡駅。ああ、静岡駅か。うん、静岡駅ならまあいいと思うよマジで。うん、沼津だろう。え、横浜もね、ぜひ行きたいですね。横浜でリアトスマッチするなら、まあ、横浜駅でやりますね。うん、五反田も行きたいと思います。
まあ、東京の代わりに横浜やってもいいと思うしね、全然横浜ありだよね、うん、で横浜のあ横浜でやるなら横浜のあの駅じゃなくて、前回駅だったんで横浜赤レンガ戸津町やります、うん、赤レンガのとこで、でその日は僕はあそこのアパホテル泊まりますんで、すんごい綺麗なアパホテルよ、ふっかろうじ、そうだよ、で埼玉は大宮で戸津町しますんで、でイカルド G カップって、埼玉は大宮のあのタバコの喫煙所があるところでやりますね。大宮駅、西口、うーん、まあそうだね、西口だっけな、池田おじさんじゃ、いや松本おじさんだけど、あ本当ですか、バッティングセンター、バッティングセンター今横の駐車場だね、うん、バッティングセンター真横の駐車場、静岡駅も喫煙所なんですよ、うん、あ、どうですか、あ、あれです、あ、徳美さん、あれです、よかったらリアトツお願いします、めっちゃ好きファンです、言うならよかったらリアトツお願いします、よかったら飲みを一緒に飲みお願いします、居酒屋で俺会いに行く、俺どういうことだ、俺って名前が女なのに俺ってどういうこと、ありがとう、あ、少しお願いします、福岡来るよってあれですか、福岡あれですね、11月に福岡で福岡ドームの前でリアトツ待ちします、うん、モンリオも自分のこと俺っていう、あ、マジで、あ、そういうことか、まあ、たまに女でわしとかいうやつもいるもんね、自分のこと、もう俺の方がいいか、わしより、うん、うちはあれがおいどんとかいうやつまでいるしね、中には。みなとみらいのアパは感染者受け入れしているから売り止め中だよ。あ、そうなん。別にいいけど。横浜リッツカールトンです。GoTo トラベル出てこないかな。まあ横浜間違いないですね、うん。ハグしていいですか。いや、飲みならいいですけど。大宮だから茨城からの帰りだよね。うん。埼玉通って帰るから。埼玉から川越の方通って帰るわ。知ってるホテル行ってるだけだよ。いや、そんなことないよ。なんだこいつ。なんだお前コメント消したや。何言っていいですかって。何このピアって人。え、マジ？池袋で。22。え、チャリで帰、いや、チャリで帰るかよ。帰れるか、車を置いて。どんだけ二度手間やねん。あ、食べたいね、もつ鍋。うん。行きたい、行きたい。2012しかないと難しい、
君に偉そうにうちで働かんが、あの給料1万5日当1万5000円出すぞとか言われたあの時でしょ。で実際めくれたらお前あの全然お前社長でも何でもなくてただの従業員じゃねえかよお前普通に。何がお前1万5000円払うわだよお前日当。大嘘つきやがって。東チャンネル美しい、ありがとうございます。そしてお前も俺と一緒に障害者枠じゃねえかよお前普通に。そんな奴が日当1万5000円出すとか言うな。意味がわからんお前。ええ、だから池殿に昔お前うちの会社で働かんか1万5000円なら出せるぞとか言われたんだよ。社長の息子だからとか言われて、俺はそれを信用してたんだよ。そしたらだん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 日が経つごとにかなりめくれてきて、うん、ただのバイトだったっていうね、まさかの。ジャッキー、下井カメラです。自分下井カメラです。あれです。いや、わらわらわら。